はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の二項分布丸1をお送りします。で、ここからねタイトル変わって二項分布やっていきます。これもちょっとシリーズで何本か取っていくんですが、最初なんですけどポイントなしです。また問題演習やりながら確認していきますので、今回3問で3問なんですが、X はどのような二項分布に従うかっていう、これも問いの1個になります。だから答えるとしては4つですね。このどのような二項分布かっていうのと、この3つをぜひね、できそうな子は動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね厳しいと思う方は今から自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、またサイコロです。はい、サイコロで1個のサイコロを5回投げます。で、3の倍数の目が出る回数を X とする。で、その X がどのような二項分布に従うか、また次のこれね、確率を求めようっていう問題で、これはですね、まあ、数 A で確率やりましたけど、1個のサイコロを連続で投げる、つまり同じことを何度も繰り返すので反復試行ってやつです。これ確率でやってるんですけど、それをやっていくと。で、まずそのね、どのような二項分布に従うかっていう、これはまあ答え方を覚えてください。で、先に書いてしまうと、これはB かっこほにゃららほにゃららに従うと答えます。もちろんこの部分だけでもねいいと思うんですけど、まずこれ1個目の答え、ね、これがね。で、この書き方覚えてください。で、左側、これは何回っていう回数です。何回反復試行するのっていう。で、今回は1個のサイコロを5回投げてるので、ここは5が入ります。5回やりましたよ、5回反復してますよっていうのがここ、左側ね。で、右はですね、その X の確率が入ります。で、今回は3の倍数の目が出るでしょ。サイコロ1個投げた時に3の倍数っていうのは3と6しかないから、6分の2だよね。つまり3分の1なので、ここにはこう3分の1が入る。これが答えです。どのような二項分布に従うって聞かれたらこう答えてください。 B 忘れないようにね、こうなります。で、まあ、ここ赤答えてるんで、1番青からいきますかね。なんだけど、もうこっからはね、普通に数えでやってきた、反復試行と同じです、解き方。なぜなら、X が2。つまり5回投げた時に、2回3の倍数の目が出る確率、いくつって聞かれてるだけなので、で、反復試行でやったように、今、5回中2回出ます。つまり、5,4,2 ですよね。まず2回出るよっていう。で、2回出るのは3分の1、3の倍数が3分の1だからね、3分の1が2回出るんで、3分の1の2乗、そして出ない方、3分の2ねが3回出てくるから、もうこれで終了です。同じだね、ほんと全く同じで、これ解いていくと分母が3の5乗になるので、243か。で、分の 5,4,2 は10です。10ね。一応やるか。消しちゃうけど。2,1、上が5,4なんで、約分して2と1。5,2、10。かける、ここ1の2乗だから無視。2の3乗だから8。つまり、243分の80と。これ約分は4210。いけないね、できないね。と、こうなります。で、2番は、X が4から5、まあ、4以上5以下ですね。つまり、4の時と5の時をそれぞれ出して足せばいいだけです、確率だから。ってやればいい。地道にね。なので、2番いきましょう。で、4の時いきますか。じゃあ、ここも書けばよかったね。ちょっと書かなかったけど。4の時を考えると、5回中4回出ると。で、それは3分の1が4回出る。3分の2が1回出る。っていうことなので、で、分母はね、243から変わらない。5,4。これは5,4,1と同じだから、これ5ですね。で、ここ2の1乗があるから2、つまり
ん、間違った。10だね。こうなる。で、もう一個、5の時も出しましょう。で、これはまあ 5C5 なんで、ここで1だからね、ちょっと無視しちゃいます。で、3分の1が5乗。ここシンプルだね。243分の1となります。で、さっきも言ったように、この時とこの時を足せばいいので、これ暗算でいいかね、ここはね。つまり、243分の11と。まあ、これで終了です。で、最後は2以下ですね、確率。2以下。で、これね、ちょっと地味に引っかかりやすくって、2以下って言われるじゃん。だから、あ、OK、1と2の時出せばいいや、それ出して足そうぜ、みたいな。これ結構やらかします。で、何が間違ってるかって、0の時抜くんだよね。これ結局、サイコロ5回投げてるんで、1回も出ないってあり得るからね、3の倍数。そう、だからそこだけ抜かないようにすればいい。つまり、確率としては、じゃあ2の時から書こうか。2の時、足す、1の時、足す、こうですね。この3番求めたかったら。3つ足せばいいです。で、2の時に関しては、1番で今出してるので、まあ使います。せっかくだしね。だから、243分の80。足す、ここ行きましょうか。5回中1回出ます。つまり、5C1、括弧3分の1が1回。そして、3分の2が4回ですね。プラス。これ、5C0。これは1だから。ね、無視して。で、3分の1は出てこないんですけど、3分の2の方が5回出るから5乗になります。で、計算。あとね。で、やっていくと、まあ、全部分母243共通なので、こうして、ここの80プラス5ですね。5C1 が5。2の4乗が16なんで、5×16。80と同じか。プラス、2の5乗がきます。だから32。となって、160だから192。はい、3でいけるね、まずね。もっといけるから、まあ3でいい。3でいくとしたら81。上が、64か。まだいけるな、これ。これいくつだ？ひらめかない。3。いや、いけないか。葉っぱ、いけないね。ごめん。すっごいいける感覚出た今。ちょっと答えもうちょっと大きく書くか。なので、81分の64。これで終了となります。なので、やってることは、本当反復思考、数年の時のね、と変わらないんですけど、まあ、ひとまず、このね、二項分布、これに従うっていう答え方は、ここが初なので、まずこれを覚えてもらうと。で、若干復習にはなるんですが、反復思考、こうやってうまく C を使ってね、こうやって計算していけばいいという感じで、ぜひね、やってみてください。では、今回は、高校数学、数 B の二項分布、丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回続きね、二項分布丸2を取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。